ウッドチップに雑草が生えて困ったお宅の和風庭園を改造。グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。グリーンパトロール社長のカリアです。いつもご覧になっていただきありがとうございます。ウッドチップに雑草が生えて困ったお庭を石張りのお庭に改造した事例をご紹介します。これはよっちゃんが描いてくれた図面です。あ、大きなお庭ですね。古くからのお客様ですか？よっちゃん、このお客様はですね、ホームページを見て、はい、奥様がご相談をされたお客様なんですよ。あ、そうなんです。奥様からお問い合わせあったんで、はい、今出てるこのちょっと茂みみたいなちょっと草が生えてるところがあるでしょ。はい、ここのところに蛇がよく来ちゃってね。で、はい、お庭が今はまあ草を取っちゃったから小綺麗になってるんですけど、もう膝の高さぐらいまで草が覆い茂っちゃって、草だらけの庭に夏はなっちゃうお宅だったんですよ。はい、ああ、お庭が大きいから大変ですね。で、まあ、ちょっとこういう、はい、まあ、ご両親が建てたお家に、はい、息子さん夫婦がまだ若い、はい、奥様はまだ30ぐらいの奥様で、お子さんはまだ幼稚園みたいなね、そういう、もう、延べ床面積が100坪ぐらいの大きな家に3人暮らしなんですよ。あ、そうなんですか。そういう、まあ、立派なお宅からホームページを見て草で困ったよっていうお客さんから連絡が来たもんですから。はい、うーん、あ、そしてこれは完成した後の様子ですか？そうですね、まあ、今桜の木を取ってるんですが、はい、まあ、草だらけだったところがもう草を一切生やさないように、うん、石張りと、はい、あと防草シートを敷いて砂利を撒いて、はい、まあ、万が一草が出たらうちは無料で直しますよみたいな、そんな形の仕上げをしました。はい、すっかりと綺麗に石も貼られて、あ、ハートの石が見えますね。はい、奥様のご希望でね、ハートの石を3箇所入れました。はい、あ、そうなんですね。お子さんがね、近所の公園でハートの石があるとかっていうんでね、それでうちにも作ってくださいっていうような、はい、そういうご希望だったんですよ。あ、とても、ユニークでいいですね。はあ、そして玄関の方も、はい、玄関の方も植栽がもう全くなくなって、もう砂利と石張りの庭で、はい、もうヘビやいろいろトカゲやムカデやいろいろそういう虫が出てこなくなっちゃいました。はい、ここの茶室の脇ももう全部砂利にしてしまったので、はい、昔はここに玉竜やいろんな草がいっぱい入ったんですけどね。そうですね、はい、ここも全部砂利になっちゃいました。ね、手入れがしやすそうで、もうメンテナンスフリーということで、ね、フリーですよね。雑草抜きは必要ないということですね。そうですね、はい、まあ、本当にもう若い世代のお客様が皆さんこうお庭広いようには受け継ぐと苦労されてね、管理するのが大変だっていうので、そうですね、はい、こういうご依頼が最近すごく多くって、はい、まあ今まで、古くからの植木屋さんが出入りしてるわけなんですけど、その植木屋さんたちではこういう、はい、なんていうんですかね、アイデアがなかなかなくって、それで草が、まあ、草は私たちに言ってくれれば取ってあげますよみたいな、そんなことになっているお宅が多いもんですから、はい、ね、どうしてもお金もかかっちゃうしね。そうですね、ですからそういう形で、はい、まあ、うまく管理できる、無料で、管理できるみたいな、そんなお庭になってます。そういったご提案なんですね。またハートの石が見えましたが、はい、うん、3つ目の一つですね。はい、これやっぱりハートの石を割って入れるのはすごく職人も苦労してね。そうですね、手間暇すごくかかりました。とても器用ですね。どんなご要望にも応えられる、素敵ですね。まあ、石張りは本当にもうこの道30年とかっていう人がやってるんでね、うん、どんな形でもできますので、はい、ぜひご依頼いただければ気に入ったお庭作りができると思います。そうですね、とても素敵です。じゃあ玄関脇の梅の木ですか？そうですね、まあ、梅の木の根元を本当必要最小限な形で開けて、もちろん、はい、砂利が撒いてますけども、下は土なんですけどね、そこで枯れないようにしてるんです。あ、なるほど。
そしてこれは上から見下げた、はい、駐車場の上から、ね、あの屋上からちょっと動画を撮ってみました。こんな風になってるんですよっていうことで。なるほど、全体の様子がよく見る。やっぱり広いお家ですね。広いお庭です。もうここはほとんど草だらけだったっていうんで、どうしようとあの若奥さん思ったようですから。はい、今は本当にニコニコで、ああ良かったですね。お庭に出るのが楽しみというお宅になってます。はい、でも冷たい感じはなく温かい雰囲気そのまま残って素敵ですよね。石張りの色をあの温かい、はい、やっぱりあの茶色のねあの石を使いましたので、はい、これはグレーのね、あの今ある玄関なんかのこの黒いグレーの石だらけにしちゃうとちょっと寒い感じになっちゃいますけど、あそうですね、はい、茶系であの決めてきましたので、はい、まあこれはあのそういう色の効果だと思います。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 cbrbk.com/リノベーションで検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301 お電話お待ちしております。